ザ・ホワイトハウスはアメリカの放送局 NBC で1999年から2006年にかけて放送されたドラマでホワイトハウスを舞台に大統領とその側近たちを中心に描いた政治ドラマである。エミー賞史上多くの記録を樹立したテレビドラマとして知られる。エミー賞の最優秀作品賞を4年連続受賞しドラマシリーズ全体では 計26回受賞。ファーストシーズンでは9個受賞。単一シリーズでも9個受賞などの史上最多記録した。また、ゴールデングローブ賞最優秀作品賞では2000年に受賞し、他に1999年2001年2002年2003年の計4度ノミネートしている。加えて、全米映画俳優組合賞最優秀アンサンブル、演技賞を2年連続で受賞。 日本ではシーズン4までは NHKSA 第2テレビジョンで初回放送された。シーズン5からは放送局がスーパー。ドラマ TV に変更されて放送されている。初回放送は SD 画質でブルーレイ発売も未定だが2010年10月から BS ジャパンでワイド画面の HD リマスター版が第2シーズンまで放送された。 1998年の大統領選挙に民主党から出馬したジェド・バートレットが1999年1月にアメリカ合衆国大統領に就任した。このドラマではバートレット大統領が就任した半年後から物語が始まる。このドラマの特徴は大統領と大統領を支える主席補佐官などの裏方スタッフがメインキャストであることである。 また、現代のザ・ウエスト・ウィングは日本語で、西島を意味する。ホワイトハウスの東棟は公開されているが、西島には、大統領執務室や、閣議室、シチュエーションルーム、定例記者会見室などがあり、アメリカ政治の中枢である。ドラマのスタッフは、様々な情報をもとにホワイトハウスの西島を、忠実に再現したセットを作ったとされ、その出来は、 多くのホワイトハウス関係者が実によくできているが実物はもっと狭くて混み合っていると答えているほどでこのため制作会社のワーナーは国家の安全保障に関わるためとしてこの番組のスタジオツアーを行っていないただし演出撮影上の理由から実際よりもガラス張りの壁やドアを多用し部屋の配置についても若干の演出を加えているまた エアフォースワン機内のシーンは映画エアフォースワンのために制作されたセットが使われた。正面から見た実際のウェストウィングこのドラマは大統領とそのスタッフたちがアメリカ内外の現実に起こりうる様々な問題に対処していく政治ドラマであり個性あふれる大統領とそのスタッフの人間模様を描いたヒューマンドラマでエミー賞4年連続作品賞を受賞など 政治ドラマは視聴率を取れないという常識を覆した。制作葬式権脚本のアーロン・ソーキンの功績は大きくアメリカのテレビ界で絶賛された。この後、アメリカでは議会者や最高裁者など多くの模倣政治ドラマが作られたが、いずれも失敗している。本作品以前の政治者は政治家とは 自己中心で汚いものであるのシニカルな見方が基本だったが本作品では極めて理想主義的な夢見る政治家を描いたのが特徴また医療ドラマ ER で有名になった視聴者がとても追いつけないようなスピードで会話を行うというドラマ会話法が成功したと指摘される送金自身が民主党支持のリベラルなためドラマは多くの部分において クリントン時代の政治情勢を反映しており、番組アドバイザーとして一期目のクリントン政権のスピーチライターで、現在、ABC テレビディスウィークのホストを務めるジョージ、ステファノポロスが参加していた。なお、送金がマリファナ支持者なため、ドラマの中にもそのようなセリフが見られる。当初大統領は2.3回しか登場しない、脇役的存在になる予定だったが、 パイロット版で大統領を演じるマーティン・シーンの演技が話題となったことやシーン本人が本作への参加に意欲的だったためレギュラーとなった。もともと登場人物の中では最も永久俳優だったロブローが主人公の予定だったが他の俳優の人気からマルチキャラクター劇になりロー以外のほぼ皆がエミー賞を受賞するという逆転現象が生じた。 ローは1話あたり7万5千ドルの出演料に不満を表明したが、昇給要求をプロデューサーに拒否されたため、2002年を最後にドラマを降りた。シーズン1から4までのほぼ全ての脚本を書くか、統括した送金がシーズン4で降りたことも要因となり、シーズン5以降は視聴率も低下する一方であったが、NBC に貢献するヒット番組もないため、 制作は継続されていた。2005年12月16日レオ役のジョン・スペンサーが死亡したことや視聴率の低下などのため2006年1月にシーズン7での打ち切りが決定2006年5月14日の放送をもって終了した。アメリカは日本の議員内閣制とは違い大統領が連邦議会に出席するのは一般教書演説予算教書 大統領経済報告以外あまりないので、連邦議会がドラマの中で描かれることはほとんどないが、有力議員などとホワイトハウスや議員事務所で大統領のスタッフがミーティングや交渉を行ったりする場面は描かれている。国務長官や国防長官などの長官クラスもドラマにはあまり登場しない。これはアメリカの閣僚は大統領の助言機関であるため、 ホワイトハウス内にいて直接進言できる補佐官の方が大きな権力を握っている傾向にあるためである。したがって国務長官や国防長官より国家安全保障担当大統領補佐官や国家安全保障会議の面々、統合参謀本部議長などの方が登場回数も多く、副大統領より主席補佐官や辞席補佐官の方が多く登場することになる。 バートレット大統領が就任したのは1999年1月であり、選挙は1998年11月である。そのため、現実世界と差異が生じている。実際は、第43代大統領ジョージ w ・ w ブブッシュが就任したのは2001年1月であり、大統領選挙は2000年11月である。そのため感覚が2年ずれている。 劇中で語られている最後の歴代大統領は37代、大統領リチャード・ニクソンである。その後の大統領は架空であると思われ、劇中で語られた名前はバートレットが就任するまでの、最後のミニ首都出身大統領であるニューマンと、共和党出身で8年間政権を握った、ラスターだけである。国際情勢に敏感に反応する、ドラマ作りも評価され、 2001年9月のテロ直後に特別エピソードが放映された際は、アラブ系の差別に対する警告的なエピソードも放送された。ジェドバートレットの指名受諾演説、トゥナイト、ホワットビガンアットザコモンズインコンコード、マサチューセッツ、アズアン・アライアンス・オブ・ファーマーズ・アンド・ワークス、オブ・コブラーズ・アンド・ティン・スミス。 of statesman and students, of mothers and wives, of men and boys, lives. 数センチリーズレーターズはアメリカ、my name is Josiah Bartlett and I accept your nomination for the presidency of the United States.4 年連続で最優秀ドラマシリーズとしてエミー賞を受賞しているなど、エミー賞を始まって以来の記録を打ち立てた。 エミー賞史上最多記録としては、ドラマシリーズ全体での計26回受賞、ファーストシーズンでの9個受賞、単一シリーズでの9個受賞がある。他にも、ゴールデングローブ賞最優秀作品賞では2000年に受賞し、1999年2001年2002年2003年と、計4度ノミネートしている。また、全米映画俳優組合賞最優秀アンサンブル、 演技賞を2000年と2001年に受賞。登場人物を演じた俳優らも以下の通り各種受賞している。NHK 総合で2002年10月から2003年3月の期間シーズン1が放送され、その後2003年4月から土曜日午後11時枠で ER 緊急救命室7が放送された。 2003年9月の ER 緊急救命室7の最終回のテロップに2004年4月から ER 緊急救命室8を放送しますと流れて5番組として2003年10月から土曜日午後11時枠でザ・ホワイトハウス2が放送された。だがなぜか2004年4月から ER 緊急救命室8は放送中止となり、 代わりとして土曜日午後11時枠で冬のそなたが放送されることになった。いろんな憶測が流れ ER 緊急救命室とが2004年10月から放送するからザホワイトハウスさんは放送されないといった情報も飛び交った。ザホワイトハウスの2003年3月に放送された最終回のテロップには2003年10月から ザホワイトハウスにを放送いたしますと流れた。しかし2004年3月のザホワイトハウス2の最終回の1話前に次回いよいよ最終回お見逃しなくというテロップが流れ最終回には告知テロップも何もなかったために打ち切られたと感じた一部の熱狂的ファンは NHK が視聴者を裏切ったと激怒し NHK に電話やメールで問い合わせた。 2004年の10月からは土曜日午後11時枠で韓国ドラマ美しき日々が放送された。結果としてザ・ホワイトハウスさんは NHK 総合から NHKBS2 へのチャンネル変更となった。NHK 総合で放送したドラマの続編を NHKBS で放送するのは初めてのパターンであり NHK としては韓国ドラマを放送することに決定したのだった。 また、シーズン3より、吉田英作から横堀悦夫に、吹き替えの変更があった。NHK に、続編の放送を望む電話やメールで問い合わせがあった。ものの、スーパー。ドラマ TV にて2008年8月8日午後9時より、シーズン5の日本初放送が決定し、レギュラー放送に先駆けて、同年7月19日より、先行放送があった。また、 シーズン5から小林香織、夏木まり、鈴木裕二、平吉江など NHK による放送開始時からの吹き替えに変更があった。ホームビデオ、プログラム発売日2005年現在。ありがとうございます。